新潟運輸株式会社は、新潟県を本拠に、関東、近畿、中部、東北に、物流ネットワークを持つ、特別席合わせ貨物運送事業を中心とする、総合運輸業会社である。車掌は赤色で、筆書き風の丸印に、運の字をあしらう形になっている上、グループ企業に、丸運建設や、 マルーン交通等を有していることから地元ではマルーンとも呼ばれているが、同業のマルーンとの関連はない。なお、新潟運輸のグループ企業の多くも同様の車掌を用いているが、それらは各社ともわずかに異なるのが特徴である。新潟運輸は1943年10月1日に新潟地区貨物自動車として設立された。その後、同社は 新潟運輸建設への解消を経て、現在の社名になっている。同社の主力は、一般貨物事業であり、この事業は、シルバーンの名称で展開されている。また、シルバー宅配便という名称で、小荷物、軽貨物も取り扱っている。なお、同社は、運輸業の他にも倉庫業や警備業も行っており、グループ会社で建設業、宿泊業、醸造業、卸売業、 小売業、サービス業等も営んでいる。新潟運輸のトラック外観。新潟運輸は運輸業を中心とした業種に子会社を所有している。ありがとうございます。